どうもこんにちは、ジーンズショップ大和岡崎明大寺店店長並びにジーンズソムリエの影山です。今日はですね、ジーンズソムリエが、ジーンズを育ててみたのですね履き込み編の続きなんですけれども、こちらの小島ジーンズ、私1月の10日から履き込み始めましてですね、今日がですね1月の19日ですね、1週間ぐらいもうぶっ通しで一回ちょっと履いてみましてですね、どんな感じになったかっていうのをですね、お知らせしたいなと思います。まずですね、こちらのひげの部分のちょっと原型ができてきたかなっていう感じですね。ちょっと当たりが出そうなところのひげの部分ですね、この辺ができてきましたね、だんだんね。で、後ろの膝の部分、ここの蜂の巣ができる部分の感じのこの辺の形もちょっと形作られてきたかなという状況ですね。でセルビッチ部分はね、まだまだ全然色落ちとか全然してないのであんまり変化はない状況です。はい、あとは一番大きく変わってるのが皮パッチのこの辺が少しエイジングされてる感じですので、これがどん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 こう、いい感じで変わって、一番多分ここが変化していくと思います。はい、またですねちょっと、しっかり履き込んでですね、多分次の動画だとまたこの辺の凹凸部分が激しくなってくるんじゃないかなと思いますので、また履き込んでいきたいと思います。またですね、次回の動画をお楽しみください。365日ジーンズで遊ぼう、大和で遊ぼう、ご覧いただきましてありがとうございました。